はいどうもこんにちはのりです本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は算数トライアル2019です、えー、2つの直角三角形があります1鋭角の部分が x 度と y 度になってますでこの x 度と y 度の合計の角度ですね x たす y 度がいくつになりますかっていう問題ですね はい、タンジェント使って OK っていうんですけど、まあ、このヒントで随分、えー、解きやすくはなってるかなと思いますが、えーまあ、ぜひ初等的に、ね、考えてみてみください、えー、試験の問題としては、まあ、普通にタンジェント使って解ければうん算数の手法で解けなくても別に問題はないかなと思うしこう算数の問題って結局その高校とか大学に入って、まあ、大学は関係ないかもしれないですけど えー、高校数学で、えー、なんかこういろんな手法を結局勉強するのであんまり算数の実力っていうんですかね辻かった実力みたいなのが結局取って代わられるみたいな感じになるんですけどねまあ果たしてその算数の学習が本当に役に立つのかというのは結構疑問なんですけどねまあ,あの頭の体操にはなると思うんですけど 解けるか解けないかでいうと別に高校の知識で普通に解けるようにはなるのでまあ発想が豊かになるとかいう人もいるかもしれませんけどうーん微妙なところですねなんかその小学生で高校の問題とか中学高校の内容に触れた方が算数の難しい問題をやらせるよりもさっさと中学高校の内容に触れさせた方が まあいいんじゃないかなと思いますしまあ人によってその理解できないっていうのはあると思うんですけどこういう発想がそもそもできる人は受験の縛りから、まあ、先に進めないのかもしれないですけど気取りで学習する意味はあると思いますはいえタンジェントの方でやっていきましょうまずタンジェント x ですね x 度は五分の九ですねそれからタンジェント y 度これは二分の七となりますそこで 加法、えー、定理使ってサンジェントの x 度たす y 度これを計算していきます。え加、ー、法定理は1引く単単単たす単なので t × t x × t y 分の tx たす ty ですね。ということで、えー、それぞれ代入して1マイナス5分の9る2分の7。 分の5分の9、2分の7。で、10をかけちゃいましょうえ10。10マイナス9かける7分の18たす35ですね。ということで、マイナス53分の53となって、切りのいい数字が出てきます。マイナス1ですね。ということで、タンジェントシーター、θ がマイナス1になる。 シータの値っていうわけですけどここですねなので、えー、1 3 5度っていうことが分かります。X y、は1 3 5度が答えですね。はい、えー、じゃあ初等的にはどうやってやったらいいかっていう話なんですけど、えー、っとこの、えー、っと右側の直角三角形ですね今ちょうど。 これを反転させてこうピッタシくつけますちょうどここの長さが2センチになるように、えー、置いてあるものだとしてまあ反対側にこう折り返してですね直角三角形をこう,こうやってここでくっつけます5センチの5センチと9センチとえー、こうですねこの直角三角形ですねまあえっ、ー、とそしてこことここを結びますこうですね で、えー、こっからこの線に対して水線ろします。そうすると5センチと2センチでここ7センになるんですよね。で高さが9でこのここも7センチなのでここの長さが2センチになります。そうするとこの三角形って今オレンジ色で書いた直角三角形と合同になるんですよ。 なんでかっていう直角三角形で2ンチと7ンチですよねこっちも2ンチと7ンチの直角三角形なのでこれとこれは合同になるんですね。で、えー、っとここの角度がここの角度が一致してるのでそうするとこれを90度回転したものになってます。 90度を回転させたものが、えー、この三角形を90度移すとこれになるってことですね。したがってここの角度は90度になっているのでここの辺がこの辺に対応しているのでこの三角形は、えー、直角二等辺三角形になります。これですねということでここは45度っていうのが分かるっていうわけですね。 ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、えー、要するにその直角三角形を2つくっつけてその間の角が、えー、45度になるということを直角二等辺三角形経由で、えー、示すということですねまあ、2つねこうくっつけてあげてくっつけてあげるとその間の角が45度になることは示せますという話ですでそれに、えー、三角形の合同を使って、えー、その三角形が内側にある三角形が えっと直角二等辺三角形であることを示すってことですね。それで一つの内角が四十五度で、ええー、x と y の足し算したものがええ百三十五度になるってことは証明できるってわけです。まあ類題がたくさんあるので、うまくね直角二等辺三角形とか、えー、正三角形とかそういうのをうまく見つけてええー、処理するものだっていうものを知っている人はねええー、うまく解くことができるっていうただそれだけの問題ですね。 はい、是、え、非、ー、ねタンジェントを使って、まあ、しっかりと解ききれるように、えー、したいものですね、まあ、小学生でも別に高校数学使ったっていいので、えー、どんどん先に勉強したい人は進んでみてください。今回の授業は以上です。した。